平成27年度、茨城県高校卓球新人戦大会団体戦女子決勝では、明秀学園日立高等学校と県立日立第一高等学校が優勝をかけて争いました。第一試合は明秀学園川地選手と日立第一坂爪選手の対戦。第一、第二ゲームを分け合って試合は第三ゲームへ。第三ゲームでは川地選手が安定のプレーを見せ王手。しかし第4ゲームでは坂爪選手が集中力を発揮し、連続得点で制し、試合は第5ゲームへ。両者譲らない展開を一歩前へ出たのは明秀学園川地選手。第5ゲームを川地選手が取り、明秀学園が第1試合を制します。第2試合は明秀学園大浦選手と日立第一加藤選手の対戦。安定した強さを見せる明秀学園大浦選手が大量得点で差をつけ、ストレート勝ち。明秀学園が優勝へ王手をかけます。ダブルスでの対戦となる第3試合では、明秀学園大浦斉藤ペアと日立第一照沼梶内ペアの対戦。第1ゲームでは両者譲らない展開となります。土壇場で差をつけたのは明秀学園大浦斉藤ペアでした。第一ゲームの接戦を制して波に乗った明秀学園大浦斉藤ペア。第二ゲームも大差で制します。後のなくなった日立第一照沼梶内ペア。流れを引き寄せたいところですが、一歩及ばず。結果、第3ゲームも明秀学園大浦斉藤ペアが制して勝利。3試合を制した明秀学園が優勝を決めました。決勝に進出した2チームは、12月25日から埼玉県熊谷ドームで行われる関東高校選抜大会へ出場します。